はいどうも、今日はね、有名な大人気ホラーゲームだよね。日常侵食リアルホラー継ぐの日っていうゲーム、有名だしすっごい人気なんだけど、俺やったことないし、ちょっとね、あのホラーゲームっていうのはあんまりこうね、かじってきてなかったから、ちょっと全然あんまり見るとかもなかったんで、ちょっと初見でやってみようと思いまして、まあゲームの操作自体はすごい簡単で、もただ進んでいくだけって感じらしいんだけど、まあとりあえずやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ本当にただ左に進んでいくっていうだけなんだよね。まずね、最初のやつからやっていこうと思って。高校生かな、中学生かな。もう本当にこうやって歩くだけなんだね。普通に腹減ったな。日常侵食っていうくらいやね。カラスに見られてる。早く帰ろうっと。カラスが見てんね。うわ、なんかすごい古い、なんか、なんとか委員みたいな感じ。何の音？お？なんか覗いてる。なんか覗いてた。もう誰かに覗かれてるよ、君。何あれ？何がついてんのあれ？あ、もうここまで来ると、もう、OK なんだね。勝手に進んでいった。次の日。だん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 こうやって、ね。次の日に進んでいく、まあ継ぐの日っていうぐらいだからね、一日一日経過していくっていう感じなんでね。帰り道かな、なんかだるいな、なんか見られてたもんね。郵便屋さん、あ、風かな、カラスいない、今日は風かな、だるいのはね。俺は病院とかあんまり行かないタイプだけど、なんか調子悪いなと思ったら病院行った方がいいんじゃない？俺は気合いでな、超見られてんじゃん。超興味持たれてんじゃん。誰なのあれは。おお、ちょっとごめん、かぶっちゃった。ごめん。ごめん、かぶっちゃった、ちょっと。そんな、話しかけてくると思ってなかったから。次の日。何かに取り憑かれてるみたいな感じなのかな。あれ、帰り道でこんな風になっていったら確かに怖いかもしれないね。なんか頭痛い。同級生じゃないか、さすがに。そんな何もなしに通り過ぎることないよね。大丈夫？病院行ったの？ここ多分病院じゃないの？普通のビルかな？なんか昔の。お、あの子めっちゃ興味持ってくんな。向こう見なよ一回。なんかおるで。めっちゃ興味持たれてるから、お、電気消えた。これ戻れないんだね、左に進むだけで。お？真っ暗。おい、おい大丈夫か？なんか暗いぞ。こんなに暗くなかっただろ、そこ。あれ？そうやんな。でもさっきのところでそっち見たらよかったのに、あの子いたときに。変なの。え、それだけ？変だけど。変なので済ますような状況じゃなくない？これ。真っ暗で何も見えなくなってるよ、だって。次の日。なるほどね、こうやってなんて言うんだろう、毎日毎日帰り道で何か異変が起きていく、異変が起きてって肩が重い、だん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 調子も悪くなっていく。
うん。どうした？ここで来たよね。もう電気がついてない。ああ乗っかってるじゃん。もうそりゃ肩重いよ。こっち見んなよ。その子を見とけよ。うわすごい真っ暗じゃん。すごい真っ暗だよ、おい。もう気にならない？気になるよね、やっぱね。わあ、見たじゃん。おお、こっち来た。え、あれ？その人についてるわけじゃないの？俺になの？次の日。どうなったん？今、なんかされたでしょ？どうなったん？次の日。次の日。おお。おい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 。もう取り憑かれた？いや、この世界でさ、まあ普通に家帰ろうって考えじゃちょっとおかしいよね。もう取り憑かれておかしくなってるってこと？やば、空もやべえし、すげえ写真貼ってある、あの男の子の。ああ、どうも。目赤くなっとるやん。目赤くなっとるやないですか。ガラスもバリッバリに割れてんの。もう上向いて口開けてわーって、わー、おぶつさってたのがもう完全にひっついちゃってるじゃん。あ、壁にも顔が、うおー、見える。うわ、やば、この子もう正気保ってないよね、完全にね。喋らないし、そりゃそうだよね。こんな世界を歩いてるぐらいだもん、正気は保ってないよね。おや？普通に戻った？でもそこに寄っていく。そこには。はい、日常侵食リアルホラー、次の日第1話。なるほどね。なるほど、なるほど。いや、すごいさ、有名なのは知っててさ、で、結構もうそれこそ有名な人とかもね、めちゃくちゃやってたりとかするでしょ。でも知らなかったんだけどさ、俺。知らなかったって、まあ、やってる人がいるなと思ってたけど、見たことなくてさ。おお。でかい顔になってる。あ、いた。あれ、いざなわれてる？もしかして。あの子にもう、目つけられて、取りつかれたらああなっちゃうんだね。あの世界に行っちゃうんだね。はい。アイムシアンさん、作者さんだね。すごいのね。すごいのねってなんだよね。すごいの作るね。確かに。この歩いてるだけでのこの怖さ、だん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 同じ道を歩いてるだけなのにだん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 変わっていって、あの怖さね、確かにね、これは人気になるわな。うんうん。いやー、そうね、俺割とホラー大丈夫な方なんだけどね、まあ面白くないよね、それじゃあね。こうやってやっててうわーとかないんだもんね。でも怖い人はさ、あんなの出てきたらもううわーってなるよね。いや、面白い。これちょっといくつもシリーズあったので、またぜひ違う別のやつもやってみたいと思います。もうみんなだいぶそれこそいろんな人で見飽きちゃってるかもしれないけど、まあもしよければね、またこれも見てください。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた。